お待たせしました。ほんとだよ。ちょっとモチベが下がったと思ったら20日近く前くらい休みやがって。正確には28日です。いやもっとダメじゃねえか。というわけで皆さんお久しぶりです、桜です。お久しぶりです、マリサだぜ。約1ヶ月ぶりの SCP 錬金増殖クラフトやっていきましょう。長い間お待たせしてごめんね。まあ、ぼちぼちペースを取り戻していこうぜ。で、前回何やってたんだっけ？マリサにまで忘れられる始末。前回は、SCP 経験値トラックタワーを改造してみた回でした。でもうまく動作せず、大量の植物牛が脱走しちゃったんですよね。カラッと言ったけどそれ大規模収容違反だからね。しかし、そんな前回のコメント欄で、視聴者さんから、このトラップのさらなる改良のアイデアをいただきました。というわけで今回は、この SCP 経験値トラックタワーを完成させて、実際に経験値を集めてみようと思います。おお、とうとう完成するんだな。約1ヶ月越しの完成だね。誰がこんなに長くしたんだか。というわけで早速取り掛かっていきましょう。テストワールドにやってきました。いやなんで？今回のトラック改造のために、とある実験をしたいんですよね。名付けて、植物牛は高さ何ブロックで瀕死になるか実験です。物騒な実験ですね。で、どうして何ブロックで瀕死になるか確かめる必要があるんだ？ふっふっふ、それはもちろん、トラップを落下式にするからです。落下式経験値トラップに改造するつもりなんだな。視聴者さんからいただいたアイデアの一つです。コメントありがとうございます。なるほど、落下式にすることで、一撃で植物牛を処理できるようになるんだな。で、この高さではまだ瀕死じゃないみたいですね。もっと高くしないと。さーて、この高さからならどうかな？植物牛の体力が地味に多くて、かなり高さが必要みたいだな。おお、やったやった。体力がハート 0.5 個です。この高さで植物牛が瀕死になるんだな。というわけで植物牛は、高さ43ブロックからの落下で瀕死になることが分かりました。つまり43ブロック分掘り下げる必要があるということですね。何時間かかるかな？作業量察しててくさ。というわけで今度こそ作業開始、処理場所の下を掘り下げていきましょうか。で、どんな感じに作っていくか考えてるのか？ 100% 直感で作っていこうと考えています。どうしよう不安しかない。でもまあ、掘り下げるだけなら今まで何度も経験あるし楽勝楽勝。トラップの下は洞窟でした。早速予想外の事態でくさ。でもまあお構いなく進めていくんですけどね。まあ、そんなにモンスターがいるわけじゃなさそうだし、ブロックで囲ったりすれば問題ないか。というわけで石レンガブロックで囲っていきましょう。まずは巨大な石レンガの穴を作っていくんだな。これでモンスター対策はバッチリだね。で、下まで石レンガで囲ってみた結果がこちらです。だいぶ安心感があるな。でもまだ高さ43ブロックに届かないのでさらに掘り下げていきますよ。ディブオールを使った整地作業、ちょっと懐かしいな。高さ43ブロックはここです。今度は掘りすぎててくさ。まあ、大は小を兼ねるっていうし別にいっか。というわけで、さらにレンガブロックを積んで。じゃじゃーん、落下式トラップの落下部分の整備が完了しました。ここまでだけで結構時間使ったな。大まかな作業が済んだので、次は、処理場所までの整備をしていきましょう。うわぁ高い。というわけで、ここの落下させる管を撤去していきましょう。いやいや、このガラスブロックを下に伸ばしていけばいいんじゃないか？実は、これも視聴者さんからいただいたアドバイス。ガラスブロックは、モブがすり抜けることがあるみたいなのです。そうだったのか。前回の動画で植物牛のすり抜けに困ってたけど、どうやらガラスブロックが原因だったみたいだね。教えてくださった方、どうもありがとうだぜ。というわけで、落下させる管も石レンガブロックにしようと思います。で、もちろんこの管も43ブロックの高さまで繋げていきます。ここの管を植物牛が通るんだな。繋げたものがこちらです。ちょっとずつだけど完成形が見えてきたんだぜ。100% 直感で作った割には上出来だね。計画性のなさを直感だけでご利用しやがって。というわけで、次は処理場所の整備ですね。落下させる管の、さらにその下を作っていくぜ。さて、どんな感じにしよっかな？とりまここら辺に穴を開けてみましょうか。また直感で作っていくつもりだなこれは。次に、処理場所になる半ブロックの隙間を作って、地面になる部分を石レンガで埋めていきましょう。さすがにジェムのブーツで飛び続けるのも疲れるからな。次に、処理場所の周りを一括破壊で広げまして、空間を作るんだな。Cランタンを埋め込んで明るくしていきます。おお、だいぶ広々とした場所ができたじゃないか。これでゆったりと経験値集めができそうだね。というわけで、これで大まかなトラック改造が完了しました。真ん中の穴から処理場所まで降りていくんだな。水もあるから落下死の心配もないね。で、ここに降りたら処理場所があって、半ブロックの穴から瀕死の植物牛を攻撃すると。そういうことだね。でも、私思ったのです。この落下式トラップのどこかに、新しい SCP を組み込めないかと。いや何考えてんだよこの人。というわけで突然ですが、新しい SCP の紹介です。
スライムブロックが7つ、エメラルドブロックが1つ、真ん中に紙の束で。SCP-447-1 の完成。これまた久しぶりの SCP 紹介だな。で、なんか小さそうな SCP だけど、これにはどんな特徴があるんだ？それじゃあ紹介していくね。SCP-447、緑のスライム、オブジェクトクラスはセーフ。真ん中の球体が SCP-447-1、排泄されているスライムが SCP-447-2 です。完全に無害で、なんとサラダにかけて食べることができてしまうほど。いやマジか。そう、完全に無害なのです。死体に接触しなければね。え？というわけでとっても親しみやすい SCP-447 でした。いや待て待て。気になるじゃねえか。死体に触れたらどうなるんだよ。なんと O5 しか知りません。やばい SCP じゃねえか。で、今回はこの緑のスライムを、落下時のクッションとして活用したいと思うのです。やりやがったよこの人。いやいや、処理槽の近くに使ったら死体と触れる可能性があるじゃねえか。大丈夫大丈夫、そこまで再現されてないって。というわけで、緑のスライムを水の代わりに敷き詰めたので、試しに落ちてみてダメージがないことを確認。スライムなのに落下ダメージ吸収しないの？死体にならなくてよかったな。というわけで、SCP-447-1 の球体だとダメージを受けるので、これを撤去して、SCP-447-2 のスライムで代用したいと思います。これならダメージを受けないみたいだな。水と同じ感じで扱えて便利。というわけで、今度こそ落下式 SCP 経験値トラップの完成。新しい処理場所をご覧に入れましょう。緑のスライムにダイブすると、そこには仮の荷物置き場。そして振り返ると、新しくなった植物牛の処理場所がお出迎えです。これで前のトラップより効率よく経験値が集められそうだな。やっと経験値が効率よく貯められるようになったんだね。ワクワク。というわけで早速、完成形の SCP 経験値トラップを稼働させてみましょう。トラブルが起きないといいんだが。起きました。早速でくさ。いやいや、どうしたんだよ。なんと、植物牛が落下死してしまってるみたいなのです。瀕死になるんじゃなかったのかよ。高さの数え間違いがあったのかな？とりあえず、直す必要がありそうだな。実験までしたのにうまくいかないもんだね。というわけで、処理場所をちょっと高くしました。これで落下死しないといいんだが。よしよし、治ったみたいだよ。ちゃんと瀕死の状態の植物牛が溜まってるんだぜ。というわけで。気持ちいい。この瞬間のために頑張ったみたいなもんだからな。というわけで落下式 SCP 経験値トラップ、建築成功です。植物牛のすり抜けなど、前にあった問題点も解決できました。落下式にするアイデアもそうだけど、ほとんど視聴者さんのおかげで完成できたんだぜ。あとはこれを繰り返して経験値を30まで貯めるだけだね。でもせっかくなので、処理場所の下にさらなる改造を加えてみました。下がホッパーになってるな。これで植物牛からのドロップを自動的にチェストに回収することができます。では改めて経験値を集めていきましょう。というわけで、経験値を30貯めることができました。何の問題もなく、普通の経験値トラップとして運用できたんだぜ。でもまあ、結構時間かかったんだけどな。植物牛1匹1匹の経験値が意外と少ないのが原因ですね。これ以上に改造しようと思えばできそうだけど、とりあえずこれで完成、ということにしたいと思います。改良のアイデアをくださった皆さん、本当にありがとうございます。次回からはまた別の SCP を紹介していくぜ。というわけでご視聴ありがとうございました。次の動画も見てねー。本日も収容違反者がお送りしました。